皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、福島先生のちょっと紹介をさせていただこうかなというふうに思っております。行政書士の黒澤です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。福島さんは名古屋本校で講師やられてるんですよね。そうですね、名古屋本校で行政書士の一部科目と、それから他県ですね、他県の即修講座担当させていただいています。資格は行政書士と他県といろいろあるんですけど、司法書士、マンション管理士、管理業務主任者、いっぱい持ってんな、秘書検定3級もあ、秘書検定も持ってんのそうなんだ、すごいね、秘書検定とかって結構難しいんですか？いや、僕全然受けたことないんですけど、よくそこを聞きましたね、だって僕のイメージだと割と女性が持ってるケースが多いのかなと思ったんですけど。そうですね、僕も ある理由がなければ受けなかったですけど、逆にその理由を聞かないみたいな。そう謎のまま行きましょう、はい、了解です。そんなこうかなり多くの資格を持ってる福島さんなんですけど、はい、行政書士と司法書士と両方とも登録して実務やられてますよね。そうですね、やらさせていただいてますね。なるほどなるほど。結構実務をメインでやりつつ、そういうマイライセンスの講義とかもされてるって感じですかね。やっぱりあれですか、1個の資格よりも複数持ってた方が良かったりします？まあそうですね、司法書士行政書士とかだと、やっぱりダブルのが作業が結局つながってる手続きが多いもんですから、やっぱり2つのメリットってありますね。司法書士と行政書士持ってる人ってなんか最強のイメージはあるんですけど、はい、僕の周り でそれで司法書士も行政書士も持ってて他の資格も持っててっていう人でやっぱり売れてる実務としてすごいお客さんついている人って割と同じ特徴あるなと思ってて、はい、福島さんもそれに当てはまるというか。あ、本当ですか。そう、ちなみにその特徴とは。すごく礼儀正しい、豆なんですよね。北海道にね、臼井さんって、臼井さん知らないか、そう、本とか出されてる司法書士、彼も仲良くて、で行政書士、司法書士、公認会計士持ってるんだけど、でもそれでなんかその仕事がバンバン取れてるってわけじゃなくて、やっぱねすごい豆なんですよね。東京来たタイミングとか必ずうちの事務所になんかちょっと菓子折り持ってですね、立ち寄るとか、ね、福島さんもなんか僕とかになんかちょっとしたメールとかくれるじゃないですかそれはだって普段からよくしてくださってるので。急に礼儀よくしようとしてるすごいやっぱ礼儀正しいのと、身なり格好とかも、やっぱ僕なんか普段結構ちょっと T シャツで全然仕事しちゃったりとかすることもあるんですけど、やっぱ事業としての清潔さっていうか身なりの良さみたいなのってすごい重要だなと思ってて、すごく福島さんってまあ実務家だなっていうね感じがしますよね。黒沢さんも実務やられて教えられてきたじゃないですか。だから実務でこの法律はここに使うんだっていうことを説明すると、意外にそのイメージが湧きやすい。なるほど。でそういうのをやっぱ伝えていきたいなって講義で。なるほど、やっぱ講義の時もね、その実務がイメージができるってすごい大事だから、やっぱこれから業務をやりたいっていう人もすごく多いと思うので、福島さんの講義はぜひ来ていただきたいなと、聞いていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあまあ今日はこんな感じでこの後飲み行きましょう、はい、そうですね、朝まで行きましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。